皆さん、こんにちは。淡井圭介です。2023年12月23日、13時30分。これはもう、神戸市の職員の方たち、公務員の方たちですね。あとは、法律に強い方たち、もしかしたら、兵庫県知事、国会議員の方たちにて対応みたいな形になるかもしれませんけども、これだけエネルギーの残存量問題の話をしておいて、基本的には久本、神戸市長、の管轄ですよ。神戸市北区の、神戸電鉄、神戸電鉄岡場駅の前のその藤原台とされる、エリアの、バスターミナル、その周辺の道路工事、これから、動画を、つなぎ合わせてアップロードしますけども、あちらの工事、昔から何回もされてるんですよ。で、もうやめましょう。もう歩いてるところを舗装したりとか、道路を舗装したり、その舗装っていうのが、その亀裂の間に、ちょっとコールタール埋めたり、埋め込んだりとか、それぐらいもう十分だと思いますよ。道路の亀裂なんて。余ってる土でもいいんじゃないですか。その亀裂の度合いですよ。あんまり、例えばこれぐらいね、ごぼっとこう道路が剥がれたりとか、それは事実としてあるところはあります。そういうところはちゃんと舗装してあげなきゃなんないんですけども、そこはその分量分のそのコールタールという言いますかね、アスファルトと言いますか、ああいったものをちょっとこうね、そこに補修するだけでいいですから、きりないですよ。その道路全部張り替えたりとか。だから、エネルギーの残存量問題に全然向き合ってないっていうことになりますから、それとも、北区長管轄。ちょっと僕わからないんですよ、その辺のところ。で、とにかく、いろんな工事も全部止めたらいいですから。いらないから。本当に。で、その辺のところをしっかりと皆さん、ご理解していただいて、特に建設業界の人たちにね、そのエネルギーの残存量問題、僕が、20歳ぐらいの頃、要するに1998年ぐらい、それぐらいの頃に、石油の残存量が、採掘可能埋蔵量が69年分ぐらいだと。これは国連の統計なんです。で、2011年のデータで59年分ぐらい。で、2022年の、データで54年分。これは、2011年から2022年の間に何があったかといったら、自然再生可能エネルギーを先進諸国の多くの国で、全電力の 10% 以上引き上げてきたんですよ。日本はその頃、2011年の頃、自然再生可能エネルギーのパーセンテージなんかほとんどなかったんですよ。プラスで 10% 以上全電力を賄えるようにしてきたんですよ。多くの先進諸国で。で、それはホームページ IKSK の歴の36番。そこに記載してますから、状況をご理解してくださいと。で、電気自動車とかいろいろ販売とかして、石油の消費を少しでも抑えようとしてるんですけども、自動車売りすぎたんですよ。日本だけじゃなくて、世界中で。もう手遅れなんです。はっきり言って。10年後に石油とかガスの輸入が止まってもおかしくない。数量制限は絶対かかると思います。その頃にまだ何にも、いろんなことが達成できてないのであれば、じゃなくて、もう今すぐかけようの方なんですよ。それが、来年の、2024年の4月になったら、ガソリンに対しての補助金を撤廃、電気代とか上がる、レギュラーとか1リットル200円以上になる。それが正解なんですよ。で、その代わり、10万円給付する。だから節約した人は勝ちですよって。これは安倍政権の頃にしようとしてたんですよ。きっと安倍さんは。で、もともとそういう話あったんですよ。僕の二十歳ぐらいの頃から。で、もしかしたらもっと前からしてたかもしれない。一時。なんか子供の頃ですけども、1リットルレギュラーか廃屋で200円ぐらいの頃ありませんでしたっけ？なんかありますよね。それか僕は二十歳ぐらいの頃。それで正解だったんですよ、きっと。で、あとは公共工事とにかくやめさす。意味ないから、全く。道路の補修とかそういうことだけ。で、その、補修に見せかけた工事を何回も従ってるから、ちょっとその街づくりからの人間とか、一回法で呼び出した方がいいと思う。本当にキリないから。で、僕は街づくり家の人間ではありません。で、とにかく公共工事を与えないこと。河川水門回式玉発電とか、地下水流トンネル発電とか、特に IR 関係とか、ああいった工場、絶対与えない。
こういうことでしっかりと話を、決着つけておかなかったら、これもう全然足らないんですよ。石油ガス。今のね、30歳、40歳ぐらいの人たち。あと人生、例えば80歳とか80半ばぐらいまで生きたとしましょう。ないんですよ。ほとんどの国がほとんどもうなくなって枯渇してきて、サウジアラビアとかに頼ってるんですよ。ベネズエラとか。それ全部採掘終わったらどうなるかって言ったら、もっとそこから買わなきゃならなくなるでしょ。だから世界中でもう、強く規制をかけていくしかないんですよ。日本はサウジアラビアとかアラブ諸国連邦とっていう、そんな話通用しないんですよ。一応来てもらってるんですよ。サルマン国王に僕からの提案で。で、安倍政権の時に。で、各所みたいなものは書いてもらってますけども、そこにはワンセットでこれから先も石油とか、ガスに関して節約していきましょう。これがなかったら無理なんですよ。だって世界中から買いに来られますよ。もっと。ある程度はいろんな国は採掘しますから、石油とかガス。それをなぜ街づくり家の人たちは、ダメだよって言えないんですかっていうことなんですよ。まずそれを覚えましょうって。みんな一時生活保護なんかもう恥ずかしくないよって。無駄な公共工事とか、その辺車でちょろ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 してる連中、大した用事もないのに。仕事だったら電車バス徒歩で移動できる。ほとんどのところが。まずできる。日本中どこもそう。山田町の奥地だって行けるもん。大子だってバス走ってますよ。で、そんなに用事なんかない。で、もし大子町の人たちが、まあ、役所関係の方に来てるでしょ？そんなことするがバスの本数減るんですよ。車屋が開くから、車屋を。ではもう、そろそろ、撮影このぐらいにして、動画、つなぎ合わせしますんで、岡場駅周辺の状況、まあ見てください。で、ご対応のほどよろしくお願いいたします。各市議会も他の人たちもお願いしますよ、本当に。これ無理ですよ、本当に。もう自分たちが生きてる間に偉いことになりますよ。だって河川水門海域石玉発電を作るのに、それなりに、ガソリンは消費する。まあ、ただし、いろんな無駄を省いたら、結局、それと早く設置してしまえば、ガス火力発電所とか止まるから、まあ、最悪石炭で船を動かす方向とか、まあ、そういう方向で物事を進める。で、電力はたくさん使用できるようになれば、まあ、原発も節約ある程度はできる。で、そのオール電化、オール電化を田舎の方とかでしていけば、プロパンガスっていうガスボンベをね、設置したりしてるんですよ。アルマ温泉とかでもそういう家ありますよ。だから神戸市のその都市ガスが引かれてるところでずっと生活されてきた方は、その辺のところがもっとちょっと離れたところ。だ兵庫県という全体で見ると、神戸市っていう範囲はある程度の範囲でしかない。で、それより奥の方の人たちとかは、そういうプロパンガスで家に設置してた。例えば、三木市だとか、小野市だとか、西脇市だとか、もうちょっと奥に高郡とかいろいろあります。朝越市とか。だからそういうふうなところは、運搬をして、だから、オール電化とかに変えてしまえば、それだけ運搬しなくて済む。で、まあ、都市ガスのあるところは基本的にまず都市ガス使っていただいてと。その辺のところを早くチェンジしなかったら、もうこんなところわけわからん。その工業工事なんかいらない工業工事してる、公共工事してる場合じゃないですよ、本当に。昔もそれ言ったでしょ、撮影したでしょ。で、もうずっと同じこと繰り返してる。意味ない。仕事の価値として。以上です。ご対応のほどよろしくお願いします。神戸市北区岡場駅前、植え込みの、まあ、木というか、まあ、ああいったプランターといったらいいんですかね、置いてあるような、このああいったものを伐採して、今度、何か工事始まりましたね。
で、する意味がまずない、アスファルトの亀裂だったらこの間にアスファルトを流し込んだらいいだけ、すぐ終わる。横幅広げる必要ない。エネルギーの残存量もない、多分分かってない。後ろで手組んでる時点で本当はもう捕まる側や。後ろ手に手が回っと、もう休憩しとる人間なんかいいな。税金やそれ。